ですね。あ、気持ちいいそれ。うわー気持ちいい。うわー、あー、その腰の、その、はい、なんていうんですか、あ、ここが、あ、はい、これも痛いです。揺らされてて痛いっていうか、はいはい、響いてる感じ。響く感じ、はい。痛いって結構不快な痛みですか？あ、はい、腰痛だなって感じ。腰痛だなって感じ。その、うん、その辺ですね。その下ら辺。こっちですね。気になって痛いっていう。そうそう。その辺ですね。はい。そうですね。消化されていく感じ。ああ、そこですね。はい。硬いですね。胃に効いてる感じがしますよ。親指痛くならないんですか？大丈夫ですよ。手は下に行くと、楽の方にで大丈夫ですよ。うん、鍛えるね。来てますわ。あ、来てる来てる。おー、すごい。おー、いいですね。あー、すごいですね。気持ちいいですね。うん、おー、いい感じ。硬いですね。硬いですよね。うん、
関節が硬くなってる感じありますね。うん、今両足揃いましたね、うん、で今こういうことやったんで、むしろ右のが長い状態になりましたよね。外側もさっきちょっと右のが高かったですけど、うん、揃ってますね。あ、それめっちゃ気持ちいいですよね。はい、温泉入ってるみたいな感じ、はい、温泉入ってる気持ちよさに似てる気持ちよさですよね。はあ、ふわっとするような、うん、はい、ちょっと同じことをちょっと左でもやってみますね。これも痛いですか？痛くないです。あ、痛いけど、はい、痛くなりそうって感じ。ああ、そう、うん、続けてると辛くなりそうみたいな感じですか？そうですね、はいはい、やってすぐの時点では痛くないってことですね。痛くないですね、はい、痛いですね。そうなんだ。そうですね。右の方がスペースありますね。左の方がスペース。はい。まあ、やっぱこの肋骨と骨盤の間、のはい、筋肉が。スポーツの。あそこスペースあるからみたいな。はい、あそこ出してね。まあ、の伸び状態というか、まあそのまあ、これが少ないというか、うん、はい、左の方が、ね、あの詰まってる感じですね。この骨盤と肋骨の間が、そうそうそうですね、うん、なんか張り付いてますね。全然いいんですよ。痛いの嫌いじゃないです。はい。結構やっぱりもうあれですかね。我慢してたというか、痛いなってなり始めてからな。結構立ちます。腰痛？腰痛ですか？腰痛、まあ含めてなんかこう体の調子が良くないというか、まあそういう痛みがあったり辛いな、痛いなは。はい、どうにかしようと思わなかったです。痛いなーってやって、はいはい、自分でストレッチしたりとかするぐらいな感じ。あと、はい、痛くてもうどうしようもない時は湿布貼ってました。あ、なるほど。多分結構放置ではないんですけど、まあ、ここがちゃんと動かない状態が長くなって、はい、とくっついた状態で固まってきちゃうんですよね。はい、あとこういうのありますよね、はい、でちょっとマッサージしてもらうと、はいはい、なんか腰痛が呼び起こされちゃうみたいな。あ、多分それは、うん、あの麻痺してた感覚が、うんうん、はい、あのまあ、緩んだことによってやっぱり痛いっていう感覚、うん、敏感になったっていうか、うんうん、まあそうですね。あ、気持ちいい、それ、うわー気持ちいい、うわー、あー、サインもずっとは出ないんですよ、うん、あんまり飽きるみたいな、まあ、飽きるもそうですし、なんかもうあんまりそれが変化がないっていう風になると、うん、体勢ができちゃう、もうそうですね、分かんなくなってきちゃうんですけれども、だから脳の方で諦めちゃうというか、はい、それは気持ちいい、これ、はい、あーあーあー気持ちいい、
痛いそこ、うん、強いですかね押し加減。いや痛いけど痛気持ちいいなのか、うん、まだ痛いだけがちょっと間ぐらいですね、はい、うわすげえ自分が凝ってるって分かりますわ、はい、あそうですよね。おー痛い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 、うん、おお表面は緩んだんですけどここの深部の凝りが残ってて結構力を込めてやるんですね。程度やらないと弾き返されちゃうっていうか、はい、ね、あるので、あすごい脳天に響く、うわ、うん、痛い、うわ気持ちいい、あ来ましたね、ああほぐれてきましたね。どうですか、だいぶ緩んでますね、うん、そうですね、はい、あお肉の動き方が違います、はい、違いますね、全然違います、うん、はい、知ってる痛みっていうか、はい、これを越せばなんか痛気持ちになる痛みっていう前兆というか、なんかサボってた結果って感じ。軽く叩きましょうか。伝わる、うん、伝わる伝わる、ほぐれろみたいな感じでやってますよね。ほぐれろみたいな。そんな暴力的ですね。そんな感じで伝わってきます。なんだったら俺はって言ってますよね。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。